その城の姫君は高い塔に一人こもり、いつか訪れる花婿にふさわしい人のため、世の中の汚れのすべてから遠ざかり、清く気高いその身を守って今日も待ち続けているのだと、人々の口はそういうのでした。少し心得があります。だと？お前がか？金がいるのか？だったらほれ、家帰って下着の作りでも知ってるわ。女の子をとてに雇うなんざ、そんなのはギルドでも認めてねえ。見かけない子だよな。どこに住んでんだろう。あんなの大したことねえや、うん、お前にお似合いだよ。見せてみろ。仕事。できてるじゃないか。よし、次の縫い方教えてやろう。なんだお前。お食事の支度に上がりました。
殿方の間からお一方を選ぶため、王様が下された宝探しの難題の今日がその期限の日でございます。きっと素晴らしいお方がお戻りになり、下々の歓迎を受けているのでございましょう。まさしく魔法。今は滅びし魔法使いたちの遺産を世界の片隅より見つけ出し、はるばる持ち帰るという難題を、かくも多くの勇士が成し遂げようとは、陛下のお喜びいかばかり。これらの勇気を捧げられた姫君のお喜びいかばかりでありましょうぞ。それで花婿は誰に決まったんだ？さあ、お休みの支度が整いましてございます。お休みなさいませ。お姫様は安らかにお休みでございます。はっ、心得ました。夜の守りはお任せあれ。魔法使いの宝がこのように集まるとは。
国の経済を任される我々には天の助け。異教徒の商人が訪れるのは？それは来月にも。一人勘違いがおりましたな。本などを持ち帰った。論外な。ありゃ、魔法使いの時代のことが書かれたものとはいえ、ただの本だ。何の魔法でもありゃせん。まあよい。値がつくかどうかわからんが、それもしまっておけ。ともあれ、王国は栄え、下々も植えることはない。それも皆王家のご意向の賜物だということを忘れてはならんぞ。どうした？かつて人が手に入れ、今ではもう失われてしまった不思議の数々。その一つ一つの技の素晴らしさに増して、私の心が高鳴るのは、そうしたすべてを作り出した人というものの可能性に思い当たるから。それならば私の中にだってあるかもしれない。魔法使いたちは死に絶えてしまったけど、この城を作ったのも人の手、このテーブルだって誰かが。だったら、あ、姫君、姫君、怪しいものではありません。
姫君は？私です。おお、これはダラボアと申す者、ついにお目にかかることができました。姫君への思いに胸を焦がし続けてきたのです。結婚を申し込む権利については今日のところその一人を絞りきれず再試合となりましたが。じゃあやり直し、宝探しを？それも姫君のお指図でありましょうに。いかなる困難を何度申しつけられようと、姫君の心を射止める最も素晴らしい宝を持ち帰るのはこのダラボアと決めているのです。今宵はそれを申し上げるため。そうしてまた大臣たちは魔法の宝を手に入れる。この人だって私と同じ。その遠い国へ行って人と話をするのって。いや、その人は他の人のことを理解したくて言葉というものを作ったと思うんです。だから言葉が通じない人と話すのってどうかなって。おお、ではこのダラボアが宝探しの冒険の物語など。姫君に捧げる魔法の宝を求め東を目指して旅することを幾千里、その間に何頭の馬を乗りつぶしたことでしょう。しかし馬どもめらも姫君の御為とあらば、命を投げ出すことをためらおうはずもありません。そして、おお、たどり着いたその国には怪物が住んでいたのです。驚しき怪物目は、頭の両側にコウモリの翼のようなものをパタパタと、顔の正面には何やら不気味にのたくる大蛇のようなものが気味悪く、はい。それって、花？いや、それかどうか。どうしてそのような。いえ、とにかくこのダラボア怪物をほふり去るや。なんで？もちろん先祖伝来の剣をもってして、すると次には凶暴な蛮族の一軍が現れ、このダラボア一人をめがけて襲いかかり。何、姫君、そのように青ざめられずとも、姫君を思うダラボアの剣の冴えは無敵。襲いかかるのを切っては倒し、切っては倒し。やがてたどり着いたその邪教の寺院にその魔法の宝はありました。草しか食べないって。え？その鼻の長い大きな動物、賢くて家畜にもなる。それは？それは本で。ああ、本がお好きならこのダラボアがいかほどでも積んで差し上げましょう。どうされました？本はここに閉じ込められて過ごす私には、外の世界を覗く窓がそれしかないから読むだけ。誰が姫君を閉じ込めようというのです。あ、恐ろしい話をしすぎました。怪物も蛮族も遠い地の果てのこと。我が妻となった姫君のことはこのダラボアが真綿でくるむように大切に、生涯城の奥深く穏やかにお過ごしいただきましょう。メイト。窓の外。え？姫君の花婿となって治めたいんでしょ、この国を。男と生まれたからには。だったら窓の外、そして想像力をたくましく思い切り。それがあなたが相手にしようとしてるもの。おお、このすべてが我がものとなるかと思えば。たくさんの屋根の下、たくさんの人たち、みんな自分の心を持っている。
それがこんなにたくさん、もう圧倒されてしまいそう。そうではない。そんなものがいかに束になろうと、このダラボは意味があるのは、その心の一つ一つ。私だって、私にだってちっぽけだけど。姫君、その国の人たちだって家畜を殺し、大切に拝んできた宝を盗もうとする強盗を取り押さえようとしただけだったかも。みんな少しは自分以外の心のことだって思いはからなきゃならないのよ。しかし、姫君の御為を思えばこそ。だから私はそうじゃない。そんなの迷惑よ。いや、今宵の姫君はお具合がよろしからぬようならば、これにて。私の姫君、ああ、神秘なる湖の深みをたたえるその瞳、滑らかな黒髪は絹の、ああ、絹の輝き、そして愛らしいそのすもも色の唇に、いつの日か我が口を重ね。姫君、姫君は私との語らいよりも睡眠をお選びで。旅の土産、遠いアフリカのバラです。その花よりも美しい宝、我が宝石箱に納め、いつまでも、いつまでも永遠に。これはローザスプレンディフォラ、城の東の花壇で庭番たちが丹精してたの。いや、これは嘘などというものではなく、あの、物事を美しく飾るのがエレガントな会話術というもので、そのつまりつまらぬ真実をそのまま述べ立てることが、必ずしも姫のお顔のことにしたって本当のことを言えば。奴らの言葉に意味を求めても始まらぬ。生な現実と向き合うのを恐れ、勝手な色眼鏡で世界を彩って生きている連中なのさ。なのにそんな奴らと話すほど、お前は自分のことを嫌いにさせられてしまう。どうやってここへ？お前自身が教えてくれた道を通ってさ。古文書でも読み解いて見つけたか。懐かしや、世の中戦ばかりやっておった頃には、どこの城もこんな抜け穴だらけだったもんさ。そんな昔のこと、いくつなの？魔女なのね。
姿でいたずらしている間に魔法の力の源を盗まれた。あれがないと元に戻れぬ。この城に魔法の宝が集まるというのでわざわざ来たのだが。あったの？どんな？このくらいの水晶によく似ている。ないわ、この城には。それがあれば誰にでも魔法が使えるの？そんなに甘いもんじゃない。お前たちには理解することすらできない遺伝子というものがあっての、水晶はそこに人工的に刷り込まれた能力を増幅するための触媒に過ぎない。もしもなかったら？永遠の命もこれまでさ。この姿から一つずつ年を重ね、いずれ老いて死ぬ。お前たちの限られた人生と同じさ。限られた。あっ、なんと本物の魔法使いか。まだ生きている者がおったとは。まさか宝を返せとでも。いや、姫のことで何やら言うておるらしい。城の姫君がご自衛を働かせる、いや逆しらですらある。決してお主らの思う鞘には収まらないであろう。何を言うか。お疑いとあれば尋ねられるがよい。そこなる騎士二名に。一体これはどうしたということだ。どうしたら。昨夜抜け駆けして姫君の塔へ忍び込んだ騎士の話し表現は次の通りで読んで抜けませんの。なんと騎士である男子を捕まえて盗っ人だの嘘つき奪われされたというのか。でどうせよというのだ。姫を我が妻に。このボックスをどうこうしたところで姫君に歯が立つものではない。
魔法使いと縁組して損はない。何？魔法の宝は王国の経済にとってもそうでありましょう。よもやこの姿の醜さのため躊躇される方々とは思いませぬが、これは仮の姿、姫との結婚なった暁には美しさを取り戻せることになっております。以上のごとく取り計らうこと、ご裁可をいただきたく。おお、いつもながらのご栄誉、その知恵の光により末永く我らをお導きくださらんこと。すぐに手配を。しかし近頃の姫君は一体どのようなお顔立ちをされているのであろうか。城下の門よりお尋ねのあった者を連れてまいりました。お尋ねの者とは？ん？ああ、控えよ、姫君であられる。まさか。いや、これはどこかそこらの娘っ子なのでは。いや、そうなのだな。はい。その熊使いの芸人たちに混じって城下を出ようとされていたので、ただそのこの本を持っておられましたもので。それでお前さんはどこへ行くんだ？職人の小さな徒弟ですら自分が何者か知っている。なのに私はまっさらのまま。
だからあの門を出てお姫様なんかじゃない何かになろうと。外の世界に待つ挫折でさえ今の私は味わいたい。これは何かの呪いなのか。娘よ、皆の言葉に身を委ねるがよい。道はそれしかないのだ。娘よ。私はまだ諦めません。姫君にかけられたこの呪い、解きほどく自信が終わりの方は、それができる者こそ姫の婿である印。どうして私を。真っ白くたおやかなる姫君、姫は皆の期待をないがしろにされるお方ではありますまい。はい、決してそのような。では我が求婚を受けたまえ。まあ、なんて素晴らしいお言葉なのでしょう。このように。おお、これでこそ姫君である。久しぶりにふるさとの魔法と出会ったが、どうしてやることもできぬ。わしはこの体に合わせてただの人として生きることにした。ここを出た後はもう永遠の命も今までの記憶もすべて捨てて生きる。これももういらぬ。指輪をこすれば三つまで願いが叶う。それで自分をお救い。ご婚礼なったと喜ぶしもじもの声がここまでも。この城を継がねばならぬその日までは我が城にて。その日の遠からんことを。
まわん。そいつで遠出をすることももうないからな。仰せの通り姫君をさらってきました。下後前もって水晶玉にプログラムしておいた通り運んだまでだ。つきあがるなよ。もちろんでさ。ついでにこんなものもせしめてきやしたが。姫君にはこの城の地下室に入っていただこう。素晴らしい場所だ。ほう、なんだと？ええ、おしゃれに素敵なお部屋なのでしょうって言ったんでさ。そうやって耳に入る言葉のすべてを鵜呑みにしてるがいい。ええ、もはや運命に逆らってあがく必要もない。楽なものだな。ええ、お言葉の通りまるで。ええ、お言葉の通りまるで。ん、まるで？私を正しく見抜かれて。まるでご自分のことのようにと。私を。いい、今のは聞こえた。力を得閉じ込めてやった。ん？へへ、あいつめ、少し事情を話してやったら。ではあの方は姫を虜にし閉じ込める悪い魔法使い。なんていうので。人の命を勝手に縮めようとするお前さんの方が悪いお姫様なのかもよって言ってやりました。人思いに殺されぬことに感謝すべきなのだ。俺は文明人なのでな。飯はまだか。もうじきアンプルの来る頃で。その本を城から持ち出そうとしてたんでさ。お姫様なんてもうやめるなんて言って魔法使いにでもなるつもりだったんですかね。無理だな、生まれつきが違う。そうですとも。そうだアンプレ、もう一人分いる。これからは三人分だ。お前のご主人、退屈しのぎの話し相手にまた何かを人に変えたか。ケロケロ、それはオイラ一人で十分さ。私はここにいる。私はここにいる。私はここにいる。けれど自分の心なのに思う通りに動かない。魔法使いの虜になってしまったのなら、気高く勇敢な若者が訪れ目覚めのキスをしてくれるのを眠りについて待ちましょう。けれどもここはそれにふさわしい場所とは言えません。これで自分を救いと。ダメ。おいお姫様、食事だ。
や、魔法の指輪ですぜ。三つの魔法の使えるあれか。俺もお袋に買ってもらったもんさ。逃げ出すことも考えずに掃除か。具にもつかぬお姫様に変えてやったのだ。この俺の魔法でな。永遠を約束されたこの俺の命がアリーテという名の小娘のために縮められてしまうと、水晶玉の予言で出てしまったのだ。仕方あるまい。これほどの光を地上にもたらし、星の世界へ伸ばすってすら持っていた我が同族が、そうそう簡単に滅び去るはずがあるか。必ずやどこかに文明を流れさせ、いずれはこの俺も救いの手を伸ばしてくるはずだ。生き延びて待つことが俺の値打ちさ。バカな、いくら待ったって気やしないものを。うん、死ぬまで待ち続けるがいいやね。お姫様のことでさ、騎士だか王子だか知らねえが、助けに来るのを信じて待ってやがるバカなやつ。相変わらず口に合わんな、野蛮人の食い物は。お願いですから、旦那の魔法でちょこっとだけ、その素晴らしい魔法使いの国の料理ってのを出してみてくださいよ。貴様いつから偉そうな口を聞けるようになった。いえ、俺の魔法で料理を出せだと。俺の手で作り出された貴様のようなくだらぬ存在のために、この俺が。いえ、貴様に似合いのくだらぬものならいくらでも出してやる。そうさ、あの星が今に見つけてくれるこの俺を。あるさ。綺麗なもんですな。本物の星が降るのではない。ん、何なんですか。遠い日、我が仲間たちは星空に小さな人工の月を浮かべさえした。それが時を経て軌道を離れ、分解し大気圏に降り注いでいるのだ。へえ、見事なもんですな。さすが魔法使いだ。
やっぱりそうでした。何がだ。ゆうべ落ちた星のかけらを拾ってきたんでさ。退屈だわい。退屈しのぎにしたまでだ。おや、こんなところにいらしたんですかい。なんだ。お姫様のやつ、今度は救いの王子様に捧げる綺麗な刺繍をするんですとさ。明日をも知れぬ身なのに退屈しのぎだとさ。自分がどういう羽目になってるかわからないんですかね、バカが。黙れ。ん？どうしたんで？あっしが黙ってしゃ始まりませんや。赤色に生まれた身を旦那の退屈のお相手をするようにってわざわざ黙ってろと言うんだ。そう。わざわざおいでくださるとは。うっ、姿を見せるな。その場で答えろ。どのようなこと。本気で信じているのか。貴様に助けが来るなどと。お前の大切な騎士どもの一人すらこの城を訪れんではないか。愚かな。何を待っているつもりなのだ。やってこないということは。お？望みを抱き続けていられるということ。私はその長い時間を刺繍に針を刺して過ごしましょう。あなたは何を。俺はあの小娘をどうしようもなく愚にもつかない存在に変えたはずなのだ。何せこの俺の魔法といえばだのに、そいつがくそ軌道を外れて分解しただと。そうなる前に修理しようという魔法使いはどこにもいなかったのか。くそ。ブロメー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 ブこうだ。姫君を手に入れようとした騎士どもは宝探しの旅に出された。姫にも同じことをしてやろう。それが何か。無力なのだ。外の世界に放り出されれば狂い死にしそうな恐怖を味わうはずだ。実際一人で生きてはいけまい。さすが、あいつなんかの気持ちまで手に取るようにわかるなんて。貴様はもう喋るな。やつにとびっきりの宝探しの難題を用意してくれるわ。じゃあおいらは力を開けるために鍵を。
あれ、あいつどこ行った？顔を上げ。やっと会えたね、お姫様。私の名はアンプル。この下の村を代表して魔法使いの料理番をしてる。今日はグロベルが忙しいとかで代わりに食事を持ってきたのさ。あんたのことは少し知ってる。あんた、元の城にいる頃から時々ボックスの水晶玉で覗かれてたんだ。やつがグロベルに話すのを聞いてたから、私だってあんたが抱えてるもののことはよく知ってるつもりだよ。くそ、どうしてこういうとこばっかり頑丈にできてんだこの城は。あんた、下の扉はどうだい？どうやってもこじ開けられないかい？いいえ、扉には手を触れたことも。なんだって？でも、あの方がここはもう開かないとおっしゃったものですから。どうしてそう人の言葉を鵜呑みにできる。いや、いいからお食べ。食べながらお聞き。あんたに話したいと思って抱えてきたことがあったんだが。いや、無理に聞かなくてもいいよ。勝手に喋らせてもらう。この村は長いこと水に不自由しててさ、もう生きていくのもままならないくらい。ダメ、聞かなきゃ。そこへやってきたのがあの魔法使い。どうだ、俺の魔法で水を出してやろう。俺には飯を食わせてくれるだけでいい。安いものだ。それが私のばあちゃんが娘自分の話。そのばあちゃんも7年前に死んだ。なのにあいつはずっと水を出し続け、ずっと私らの作ったものを食べている。年取ることも死ぬこともなく、裏山にあんな絵まで描いて。あれは目印なんだとさ。俺はここにいるぞっていう。私はここにいる。魔法使いの絵を背負った村には住んじゃいるが、心は私らのもんだ。私はね、今に井戸を掘ってやる。ばあちゃんが死んで、奴の食事の面倒は私が引き継いだ。でも、いずれ生まれてくるかもしれない私の子供には、自分の運命ぐらい自分で決められるように。その昔、この辺り一面パーッと緑の草原だったって。羊なんかもう星のように何千頭も飼い放題だったって。話したい、この人と話を。私の本当の心の声で。私はここにいるのに。私はここに。Thank you.
聞いたぞ。掘ったって水なんか出るもんかい。水の出る土地柄じゃねえのはこの辺りのもんならよく知ってることだろうに。だったらどうだって言うんだ。ありもしない話で油売ってんじゃねえ。おいらのご主人に言いつけて。けっ、お前もカエルに変えてやれ。お前も元のカエルのままでいられたらそんな口を聞かなくてもよかったもの。へっ、うるせえや。そんな優しそうなこと言ったって水なんか出ねえんだ。死ぬまで今と同じ暮らしだ。あんたのことはそこから早く出してやれるように。どうしたんだい。どう、何かがこの心に。これは何もすることのないここで心が退屈を覚えているのでしょう。退屈？まあね、わからないでもないよ。そうとでも言わなきゃさ。そうだね、うん。長いこと一人ぼっちで耐えなきゃならないことだったら私にだってあったさ。そういう時にはね。わかったよ、今行くよ。そういう時には、え、そういう時にはね。笑うんじゃないよ。お話をこしらえて過ごすの。心の中で物語を頭から順番に一つずつ、次はどうなるんだろうって自分自身ワクワクしながらね。まあ、なんて興味深いお話なのでしょう。そのお作りになった物語とやらをぜひお聞かせくださいませ。ダメだよ、人の夢を覗こったって。あんたはあんた自身の物語を考えるんだね。考える。せっかくそんなことをせずとも良くなったというのに。そうして夢でも見ているがいい。何もできなくたって誰にも咎めることはできないさ。あの方のお言葉通り、物語をこしらえてみるのも良いかもしれません。そのためにはまず物語を綴るための紙とインクとペンを。いいえ、心の中でするのだと。あの方は私の心の中の言葉で。くそ、あ、これか。しかし、くそ、この字は何と読むのだ。
私の中にある言葉といえば、まあ本当でございますか。なんて興味深いお話なのでしょう。もっとお聞かせくださいませ。どなたかが話しかけてくださらなくては。これは、そう、それは豊かな王国がありました。この物語ならどこかで聞いたような。金や銀の宝物、とても立派な王様と、それは美しいお妃様がおられました。素敵なお話。お妃様は小さなお姫様を残し、早くにこの世を去ってしまわれました。まあこのお姫様はどうなってしまうのでしょう。やがて成長したお姫様は城の高い塔の小部屋に一人こもり、清らかなその身を守って、いつか訪れる花婿にふさわしい人を待ち続けているのだと人々の口は言うのでした。けれどお姫様自身は、お姫様自身は、そんなこと。けれどお姫様自身はというと、お姫様は毎日を窓から外を眺めて送るのでした。窓の外にはきっと美しい風景が。お姫様が毎日眺める窓の下には城下の街が広がり、その連なるたくさんの屋根の下にはたくさんの人々の暮らしがあり、たくさんの生き方があるのでした。小さな人影の一つ一つに思いを込め、その一つ一つの人生に心を馳せるようになりました。それがお姫様にとって自分以外の人とつながる唯一のひとときだったので。人の数だけ生きる物語があって、誰もがその主人公なのに、私は、いいえ、私だってその一人のはず。このお話は一体。もっとドラゴンや鼻の曲がった魔女が出てこなくてはつまらない。魔女。すると魔女は言いました。おやおや、人生には何か意味があると、まだ信じてるのかい？お姫様は答えて言いました。当たり前じゃない。
よし、見つけたぞ。奴に下すなんだよ。グロベール、鍵はまだか。くそ、まだ見つからんのか。まったく、うちの旦那の魔法も本当に一つ覚えなんだから。ち、ん？おとなしくしてれば元の姿に戻してくださるってんだ。グロベール、貴様姫君に取り込まれて奴の味方してるわけではあるまいな。めそうもない。奴に宝探しの難題を突きつけることができん。すぐに鍵を探し出せ。また逃げちゃったよ。くそ。遅い。聞け、姫君。貴様に三つの宝探しの難題を与える。貴様の花婿になろうと目論んだ男どももさせられたことだ。仕方あるまい。まず第一の難題だ。ここより北へ向かえば天へ届かんばかりの岩山が連なる。貴様も空から見たであろう。その最も高き風切峰の山へ登り、さらにその上に広がる青黒き空を見上げよう。そこには我が一族の英知が魔法の力で作り上げた巨大な金色のわしが、あの日以来今なお飛び続けているのだ。その目にはまるルビーのかけらを持ち帰れ。いかなる遠くまでも届く光を放つ魔法のルビーだ。それができたなら第二の難題を与える。三つの難題すべてを解き明かせばお前は自由だ。
左へ向かえ。姫君の気高き名にかけ指輪に誓え。宝を手に入れるまで決して後戻りはせぬことを。一歩でも道を逆にたどればその頭に雷の降ろうことを。さあ指輪の魔法を使え。たった今魔法使いボックス殿の言われた通りに。誓いをたがえればあの稲妻がお前に降る。さあ行け。道は一筋にお前を自由へと導くであろう。これで奴が戻ってくることはない。さすがさすがさすが。後戻り。姫君にだなんて、魔法使い、かけるものを間違えたのよ。私は私、もうとっくに自由よ。どこへだって行ける。さあ、これからどこへ行こう、何をしよう。緑だったか。それも見てみたいな。誰だい？お姫様のやつめ、どうしてるでしょうかね。ファクション選択スタンバイ。千里眼モードだ。アリーテ姫の現在位置。現在のアリーテ姫投影。ああ、こりゃここですぜ。そいつも壊れちまったので。うるさい。でも大丈夫、魔法でパッと修理すれば。うるさい。くそ、もしかして直せないんだ。うるさい。
た。だってあんなにだって偉大な魔法使いの一員だって言ってたのに。それじゃ本当は、本当は、うるさいわ、黙れ。水蛇の小石、この緑色の石の魔法は旅人の喉を潤すものである。この石を器に入れ水を満たすなら、その後いくらこぼせども水は減らず、常に器は水で満ちるであろう。緑色の水蛇の小石、魔法使いが水筒に入れて使った道具。あ、そういえばまだアンプルがいたな。アンプル、どこへ行った？アンプル、戻ってこい。戻ってきて俺の言うことを聞け。すぐ戻ってこないと村への水を止めてしまうぞ。道が途絶えてて光が通れない。これも元は金だった。Yeah.
早く早く アンプルはどこだ。どこだって言ったって、闇雲に。ここだよ。アンプル、貴様さっさと食事の用意をしないと。ごめんだね。お前あの子に何をした。お前みたいなやつの面倒なんてもうごめんだ。そんなに食いたきゃ自分の魔法で食べ物を出すがいい。本当はできないんだろ。くそ、あいつもか。おい、貴様たち誰でも構わん。俺に飯を作って俺を生かし続けろ。さもないと金輪際水は。水はとっくに出てないんだがね。おお。どうして水が止まったんだ。貴様どうしてここに。そうか、水蛇の小石を抜いたのだな。父は何もかもお前のせいか。知ってやったつもりなのだろうが、あんなものは魔法のうちにも入らん。ただの小道具に過ぎんのだ。小石を返せ。たわいもないものだって言うんなら自分の手でまた作ればいいのに、なぜそうしないの。あなたたちの魔法ってはるかに進んじゃいるけど、職人の技と同じ、人が使うために人の手で作ったものなんでしょ。くっ、そうさ。所詮他の誰かが作り上げた魔法を使うだけなのだ俺は。仕方ないんだ、俺がまだ大した魔法を習わないち世界がひっくり返っちまったんだ。俺たちの大陸が海に沈んだ時、その時俺はまだほんの子供に過ぎなかったんだ。だったらしょうがないじゃない。そんなの自分のせいじゃ。たったそれだけのことを認められずに人に八つ当たりばっかり。うるさいよお前なんかと。俺が自分の手でできるのは、物を何かに、それも役にも立たない具にもつかないものに変えることだけだ。それが俺が身につけた最初で最後の魔法なんだ。クソだが、それで何ができるか見るがいい。最もくだらないものになるがいい。俺は、くそ、何もかも踏み潰してしまえ。
くそ、水晶が、俺の永遠の命が。やったじゃないか。これで村のみんなも助かる。私そこまでアンプルさんのことしか頭になかった。あんた、ちょっとの間こうしてていい？いいとも。見つかったかい？俺は残る俺の人生をかけて水晶玉を探す。見つけてどうするんだい？あたしらみんなをカエルに変えちまうのかい？うるせえ。永遠の命を持ってた魔法使いたちなんてもうみんな滅び去ったんだよ。だが俺は滅びてはいない。俺は俺の魔法を。もっと別な魔法だってあるのに。バカな、俺たちの以外に魔法が。やってみる？目を閉じて、そして思い浮かべてみて。何をだ。ほら早く目を閉じて。何を思い浮かべればいいのだ。そうなら一番行きたいと願う場所。俺の願う場所か。そう、俺の願うのは、そうだな。では一番楽しかった場所だ。一度だけ海辺を訪れたことがある。海って、私まだ見たことがない。そうだな、果て知れず広く、その水は潮辛く暖かく、ゆりかごのような波が打ち寄せてな。ずっと小さかった俺は寄せ波を避けて走り、体が軽かったな。なんであんなに。そうだ、母もいた。あんなに懐かしい顔で微笑んで。今遠い浜辺に立っていた？千年もの時を飛び越えて、すごい魔法が詰まってるのよ、人のここには。そしてそれは未来へ向けることだって。そうか、俺が家族と浜辺を訪れたのは、星へ飛び立つ船を見送るためだったんだ。俺もいつか大きくなって、あんな船に乗り込んで星の世界まで旅するのだと。あなただけが特別なんじゃない。忘れないで、同じ魔法はあなただけでなく誰の中にも備わっているんだということ。じゃあ、いつでも帰ってくるんだよ。
ここはもうあんたの村だ。あいつはどこへ？金色のわしのところへ。なぜだ？俺の出した難題を解くためにか。まさかそんなはずは。魔法の宝を手に入れるためにか。まさかね。昔の宝探しの騎士。空を飛び続ける金色のわし、どんな力によって、何のために、お前を作った人は何を考えて。人の心は不思議、理解し尽くすことなどとてもできない。でもあんなに高く、大地に生きる人の間で。